はい、ドクママ TV です。今日紹介するのは、こちら、チェキーン、100均で買った犬の服、愛犬の服 A ってことでね、今日はね、犬のね、100均でダイソーで買った犬の服をね、着せてみたいと思います。これね、買った時にね、待って、これ買った時にね、実はね、ちょっと悲劇が起こりまして、ケージのね、ちょっと上に置いてたらね、ゼン君が引っ張り出してパッケージ噛んじゃいました。で、もう取れちゃってますね、ボロボロです。一応これ、サイズ S、7インチですね。7インチと9インチですね。首周りで見ましょうかね。首周りが S が 22.86、 23センチぐらいですね。 M が、25.4 ですね。まあいけると思います。着せたいと思います。猫取って、 T シャツですね。これから夏場なんでね、 T シャツがいいと思います。じゃあゼン君着るよ。ゼン君おいで、ゼン君おいで、よし、ゼン君捕まえた、よいしょ、ゼン君、よしよしよし、ちっちゃいな、ゼン君これちっちゃい、ゼン君ちっちゃい、全部ダメだ、全部変態仮面みたいになっちゃった。あ、ちょうどいいのかも。全部ちょっと手たたんで、よし、いいね、全部手たたんで、全部手たたんで、よし、お、全部いいね、全部、あ、全部大きいね。全部今 3.5 キロですね。ケンちゃんも着る？なんかね、いいですね、チームみたいで2人お揃いっていうのもね。じゃあせっかくなんでね、ちょっとね、クッション取っちゃいましょう。安いように。クッション取ってみたんですけど、ちょっと、あれですね、まだ見にくいですね。後ろ向けてみますか。よし。後ろだと見えないですね。はい、いかがだったでしょうか。100均の犬服を着せてみるということで、ケンちゃんね、かわいく仕上がってますね。ではドクママ TV この辺でバイバーイ、じゃあねー。